リトルジョー 1A 号は NASA のマーキュリー計画の一環として1959年11月4日に発射された無人ロケットである。失敗に終わった前回のリトルジョー1号の再試験として行われたこの飛行では空気抵抗が最大になる状況で緊急脱出用ロケットの試験を行うことになっていた。発射約30秒後脱出ロケットに点火すべき 同圧に達したことを圧力計が感知し、宇宙船を発射ロケットから切り離す、要爆発ボルトに信号が送られた。この時点まではすべて予定通り進行していた。この信号はまた、脱出ロケットに対し点火の指令を送ることになっていたが、十分な水力が発生するのに数秒がかかったため、脱出ロケットが切り離された時の同圧は満足の、幾く数値に達せず、 その結果再試験が計画された。これを除けば発射から回収に至るまでの手順は問題なく行われた。8分11秒の飛行時間で高度は1 4 5トル飛行距離は1 8 5トル最高速度は時速3 2 5 4トルに達し、搭載重量は1 0 0 7ラムだった。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物である。 アメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含むありがとうございます。